ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ということで今日はタイプ2の健全度、健全度の話をここから行いたいと思います、うんうん、なぜ健全度かっていうと、まあ、この健全度を知ることで、そのコンプレックスを感じた時に、自分の健全度で、あ、今自分がここにいるっていうのが分かるのでは、何かコンプレックスを感じた時に、自分の健全度が落ちてるよっていうのが分かるのでは、と思ったので、健全度を知ることで、あの統合の方向に向かう、まあ、エニアグラフの目的として健全度を上げていきましょうっていうのが上げてき、そうですね、あ、というのも、まずその健全度については、このエニアグラム、エニアグラム入門、性格の9つのタイプによるとですね、その、まあ、自分が6歳頃から身につけている行動様式、まあ、防衛本能っていうのが、まあ、囚われとして、その両親からのとの関係で、そういうのを、行動様式が決まっていき、感じ方、物の受け取り方っていうのもそこで決まっていくよっていうのがあって、でこの健全度っていうのは、こちらドン・リチャード・ディソさん、性格タイプの分析っていうのによるとですね、人は常に変化をして、これはまあ連続体って言うんですけども、まあ、それぞれ異なった場所にいて、健全度によっていろいろ受け方が、受け取り方が変わるよと。でなぜこの健全度を意識すると大切なのかというと、よくエニアグラム全てのタイプを持ってるって言いますけども、ここを理解して健全度が上がっていくことで、まあ、統合の方向に向かっていくと、私たちは自分の統合の方向にあるタイプ、例えば2だと統合の方向は4なんですけども、私たちは自分の統合の方向にあるタイプを超えて次のタイプ、さらにその次のタイプへと移っていき、果てしない統合の上昇螺旋を描いて、エニアグラムの周りを回ることができるんです、って書いてあって、そのエニアグラムの統合の方向としては17582419369ってぐる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 回ることができるよと。なんでその統合の方向を意識するのは大切なことではないかと思っております、はい、で、隊長が前おっしゃられた、この健全度っていうのは、幼少期の関わり方、関わり方で基準が決まるっていう話をされていて、5なのか4なのか6なのか、でタイプ2としましては、幼児期の原点として挙げられているのが、父親もしくは父親的人物と愛憎を半ばする関係で結ばれていると、重要な要因としては、タイプ2は子どもの頃に他人に尽くし、まず父親から愛情と褒め言葉を受け取ることで、家族に溶け込むことを学んだと、で彼らはその他の兄弟に対して小さなママ、小さなパパとして役割を演じることを学んで、そうすることで、不在のさもなければ遠くに張られた父親から褒められてもらえるっていうのを学び、行動様式として小さい頃にそれを学んだ。でその学び方が、良ければこの通常の段階の上の方ではない、まあ、なんかなので極端なことを言うと、多分虐待にあったとか、子供の小さい頃に虐待にあったとか、そういったことを受けると多分健全度が低い状態から始まってしまうっていう、このだから健全度っていうのは、囚われってあるじゃないですか、あれをこうどんどん手放していくことだと思うんですよね、で下がれば下がるほどその囚われに落ち込んでる、状態だと思うので、こう通常というか、こうエニアグラムを学んでより健全度を高めようっていうのが多分僕たちの役割というか目指すところ、そうですね、なんでこの健全度を
知ることで、統合の方向に進むことができるのではないかと、でこういう点前度をするとあ今ここにあるんだなっていうのがこう分かったりするので、はい、こう上に上がる手助けになるんじゃないかな。でこのタイプ2のとらわれとしましてはプライド、タイプ2のとらわれとしてはプライドっていうのがありましたね、うん、はい、でタイプ2っていうのはなんか一言で言うといい人じゃないですか、スマイルな、スマイル、はい、いい人っていうのはこの人からの感謝を糧に生きていこう、はい、人を助ける人と、うん、はい、なのでこう助けることによってこう自分は生きていこう、はい、感謝を糧に生きていく、そうですね、っていうタイプなんでこうどんどんいろんなことをこうしてあげるタイプ、はい、っていうのとプライドってなんか一見一致しないような感じもしますけども、うん、人にやってあげるんですよね。あの他のタイプの人って結構見返りを求めるじゃないですか、親切にしてあげたら親切にしてもらいたい、はい、でその自分がしてあげた以上の親切をしてもらいたいと思うじゃないですか、はい、他の人、はい、他のタイプの人、はい、でにはその辺がないんですよ、はい、自分がしてあげたより上のことはしてもらわなくていい、はい、っていうのはこう自分はこうしてあげる側だっていうプライドがある、常に上である、上である、はい、で自分、要は自分に欠陥があると助けてもらえない、父親ですからね、うん、はい、助けてもらえない、自分に欠陥があるっていうのを認めたくない、はい、なので人から助けられると自分に欠陥があるんだって思っちゃうんですよ。なるほど、なのでそういうプライド、自分には欠陥はないんだっていうプライド、はい、だからやってあげる、はい、側なんだって思ってるっていうプライド、はい、でちょっとこれをまず上の方から見ていきたいと思います。なんでタイプ2の健全度、うん、段階1だと、うん、公平無私な、うん、利他主義者、うん、無私無欲と書いてある、うん、ここまあここ1なんてもう成人レベルなんで、そうですよね、多分どのタイプでももう分かんない感じに、紹介としては2としては面倒を見る人、うん、共感、うん、3としては助力者として育ちつつある人、うん、気前の良さ、うん、ここまでが健全度の高い高い人状態、うん、で4、うん、横行な友人、うん、これ追従と書いてあります、うん、で5所有欲の強い腹心の友、うん、所有欲、うん、6尊大ぶった精神、うん、この辺からちょっとなんかその健全度の悪い、うん、悪いところがちょっと出てきますね、うん、で自己犠牲、うん、7でここからは不健全、うん、自己欺瞞的なごまかしや、うん、ごまかし、うん、8高圧的な支配者、うん、なんかちょっともう、うん、不健全な方向8が出てくる、うん、強制とあります。で9心身症の犠牲者、うん、被害者意識が強くなるっていうふうに書かれています。なんでこの大体普通の人はこの辺で生きてるって言われてて、はいはい、もうこの辺は本当に病的な人、はい、でこの辺も本当になんか世界的に有名な人レベルに、そうですね、うん、なんで例えばタイプ2が、うん、私がこんなにやってあげるのに、うん、やってあげてるのにとかって、うんうん、もしか思い始めた時は、うん、あ自分は今、うん、この通常のレベルの一番下にあるというのが、うんうん、エニアグラムを学んでいると、うん、気づくことができるかもしれない、うん、だこういうのを見てなんかこの辺とかでもありそうじゃないですか。多分普通の人が普通の2の人が思ってることじゃないかなと思うんですよね。5ぐらいの。あ、所有欲っていうのは、うん、上げてあげることで、うん、あなたたちは私の支配下なんだよ、うん、っていうことなんですかね、うんうん、基本レベルが基本レベルが、はい、っていうのをなんか私がやってあげてる私がやってあげてないとダメなんだよねみたいな感じじゃないですかね。なるほど、母親的な感じですよね。でもだから自分の子供、あもうあ保護者なんですかね。保護者、保護者的な、はいはい、この人たちを支配しようとかっていうのは多分タイプ8っぽいんで、あもうちょっとこう、はい、落ちてる感じはするんですけど、はい、なのでこう母親的に、あ無意識に、無意識に母親をやってるっていうことですね、うん、なのでこう守ってあげてる、私があなたを守ってあげてる、しょうがないわねっていう感じなんですかね。なのでまあ嫌な感じはしないと思うんですね。5ぐらいだとまだ他の人も、はいはい、この6ぐらいになってくるとちょっと嫌な感じが出てくるっていう、まあやってあげてるのにっていう匂いはしてくるかもしれないですね、うん、匂いはしてくる、はい、
なんかその辺がこう大きくアピールして、私がいないとあなたダメだよねみたいなアピールをしだすんじゃないですかね。なるほどでここで言うとその健全度が低い状態としてタイプ2は、うん、自分が感謝されていないと感じ、うん、憤慨し、うん、ひどく愚痴をこぼす、うんうん、で自分の動機と自分がどんなに攻撃的で利己的になれるかについて、うん、極端に自己欺瞞的になり始めて、うんうん、ごまかしがうまく、うん、自己の利益第一になって、うん、他人を傷つけ、うん、人の過ちと弱さにつけ込むようになると、うんうん、確かに、うん、なんかこうやってあげる人じゃないですか、はい、愛をこう振りまくわけじゃないですか、いろんな人に愛を与える、はい、でそれっていうのは愛されたいからですよね。愛されたいから愛をこう与えて、はい、愛されようとする、はい、でその結果こう愛されてないと感じるとこう多分落ちていくんですよね。なるほど、うん、なんで落ちた時のなんかこじらせ方も多分タイプごとでその出てくるのかなと、うんうん、ありますね。こう目覚めの注意信号とかっていうのもあったりしますからね。違う本でした。違う本、まずそのタイプ2が人間関係がこじれる原因として、うん、このエニアグラム9つの性格診断で挙げられているのは、その、まあ、人から愛されたいと気持ちが強いタイプは、その自分が誰からも必要とされていないって感じること、うん、でそこで感じることで相手が自分から離れていかないように、うん、あなたは私がいないと何もできないでしょ、この辺ですよね、そうですねとか、うん、あなたには私の助けが必要なのよ、うん、で言い聞かせる、うん、で自分がいなければ相手は誰からも愛される価値のない人間で、うん、誰からも必要とされていないんだよって思わせようとする、うんうんうん、あなたは私がいないと、うん、あなたは誰からも必要とされてない人間なのよって思わせようとする。でタイプ2は結局自分が一番恐れている誰からも必要とされていないっていう意識を他人に植え付けようとするらしいんです、うんうん、多分どのタイプもそれなんですよね。あ、もう本当それ、そう本当それ、自分が感じる嫌なことをこう相手にして相手にさその思いをさせようとする、うん、させようとする。で人が自分から離れていきそうになると、うん、今度は体の不調を訴えて、うん、相手に自分の世話をさせようとすることがある、うんうんうん、でそうやって相手をつなぎ止めようとすることがあるよって書かれています、うんうん、なるほど、うん、で4の方向で書かれているのは、うん、人間関係うまくいくよって書かれているのは、うん、自分のために時間を使う、うんうん、人じゃなくて、うんうん、っていうことなんですよ ね、 そうですね。なんでこの感覚として、うん、その尊大ぶった聖人、うん、自己犠牲、私がばっかりやってあげてるって、うん、もしか思いが芽生えたんだとすると、うんうん、いかんいかんと、そうそう、いかんいかんと、いかんいかんと上がらなければっていうことなんですね、うんうん、なので5ぐらいまでは多分心の中で思ってるぐらいだからまだ大丈夫なんですね。そうです、まだ多分僕も、うん、この5ぐらいの感覚だと、うん、多分気づかないかもしれません、うんうん、自分のその嫌な感覚に、うんうん、落ちてるなっていう、うんうんうん、そうそうそう、でこう多分いろいろやってくれ て、はい、でこの人たちって要は何かをしてあげて見返りを求めてるっていうよりは感謝を求めてるって感じじゃないですか。愛されたい、愛されたい、愛を求めてる、はい、で感謝を示してあげればこの人たちは喜ぶんですよね。しタイプ2の人も、うん、多分このくらいだと、うん、いや僕私タイプ6、うんうんうん、そのイラって何か、うん、イラってした時は、うん、多分この辺なんですよね、6の段階、うんうん、で多分自分で気づくきっかけになるのかなと思って、うん、でこう多分下がれば下がるほど人に対していくんですよね。あ、この人にイラッとしたのをぶつけようとする。5ぐらいまでだったら自分の心の中で処理しきれる、はいはいはい、イラッとした、あ、なるほど、うん、なるほど。で6とかになってくるとこう尊大ぶるんで、あなたが、私がいないとあなたダメだよねっていうのがこう出てくるっていうアピールを、アピールっていうのか、それをこう相手に多分全てのタイプが、うん、人に対し始めた時は、うん、こう下がってるっていうところ、うん、はい、でそうコントロールしようとしてるってことですね、はいはい、うん、だから感謝しなさいなんですよ。この辺に来ると私はいつもやってあげてるのから感謝しなさいっていうのがこう出てくる
なるほど。この辺ぐらいまでは多分出てこない、心の中で処理してる、まあ、タイプ2のご自身としても、うん、そのイラッとはまだしない、イラ多分一瞬イラッとしたりっていうのは、まあ、この辺をうろちょろするんで、はい、なので多分この辺に来ると多分そうイラッとしない、健全度が高い、多分普通の人の健全度が高いっていうのは4ぐらいだと思うんですよね、はい、こっちまで行くと本当にすごい人、何かをそれによって何かを成してる人ぐらいの、あもうちょっとタイプも分かりづらくなっているかもしれない、うん、はい、なのでまあ普通の一般の人で生きてるのはこの4から5ぐらいを行ったり来たりこう日々こう上がったり下がったり上がったり下がったりしながら、でイラッとした時にはこう下がっていってみたいな、でそれが人に出てきた時には6まで行ってるみたいな、で病的になるとこっちですよね。でこのこれが健全度が子供の時に決まるっていうことであれば、うん、このもしかタイプ2の親御さんがいらっしゃるんだとしたら、うんうん、お子様には、うん、虐待とかじゃなくて、うんうんうん、なんか愛情を持って接しましょう、まあ、なので普通の人は多分この辺にいるんですよ、よっぽどですよね、虐待を受けたとかになると、なんで子供は愛情を持って接すればこの健全度が高い状況でそこがデフォルトになるっていうことは、うん、大切ですね、子供に対して。でこうエニアグラムって生まれつきタイプが決まってるって言ってて、はい、なのでこう親の希望ってあるじゃないですか、願望というか、あこうあってほしい、はい、子供にはこうなってもらいたいっていう願望があったりして、はいはい、例えばタイプ7とか、万能選手と言われる万能選手とか、タイプ3とか、はい、達成する人と言われるっていうのをこう押し付けたりすると子供にとってストレスになったりするとこうちょっと下がったりすることもあるのかな。そうですね、例えば DNA として、うんうん、タイプ5として生まれてきてるのに、あほらこれやりなさい、そうそうそう、これやりなさい、これやりなさいっていうのは、もっと活発にみたいなそれはもしかしたらその、うんうん、無理を強いて健全度を低い子供、うん、健全度、まあそんなにガンと下がることはないとは思うんですけど、はい、一般の愛情を持って接してれば多分この辺にはいると思うんですけど、はい、でそこでこううまくいかないからって虐待したりするとこう落ちてくっていう、初めから健全度が低い子供に育ってしまうよって基準値がみたいなところが親との関わりによって決まるみたいな、はい、基準値が親との関わりによって決まるっていうのは書いてあって、はい、なのでこうなるべく愛情を持っていい基準値を上げて育てた方が多分子供のもよく育つ、ね、健全度がこういい状態に育つ、なので強いコンプレックスとか抱えてる人は多分健全度がこう標準の健全度がちょっと低いところにあったりする可能性がありますよね。イラってその表に出そうになったということは、うん、多分もうちょっと落ち始めてるっていう、うんうん、それがそのよく書かれている目覚めの注意信号かもしれません、うんうんうん、それがちょうどこの辺、この辺、まあ、目覚めの注意信号というのはなんかそういう5から6に落ちるときに出る信号みたいな、6から7に落ちるときの信号みたいな感じなので、はいはい、この辺が落ちやすいみたいな、例えばこう二等兵、はい、タイプ6、タイプ6、タイプ6でもこういろんなタイプ6がいるわけじゃないですか、はい、多いわけじゃないですか、はい、でその中でもこんなこと言われても平気なタイプ6もいると思うんですよ。そうですね、はい、でそういう人は多分健全度が高い、そうですね、人で、はい、でそこに引っかかる人っていうのは健全度がこう低い、うんうん、っていうところは認めますその下がりやすいってところじゃないですかね、はいはい、このコンプレックスとかを抱えてたりなんかトラウマがあったりとかコンプレックスがあると、はい、こうちょっとしたことですぐ下がってしまうみたいなところなんでちょっと気をつけましょうみたいな、うん、なのでこれを知ると気をつけることができるっていうのがいいのかな、いいの、そうですね、ということで、うん、まあ、フィーリングタイプの2から始めて、はい、次は3の健全度をまた学んでいきたいかと思っております、はい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。